台湾の航空会社スターラックス航空が仙台空港と台北を結ぶ定期便の新規就航を検討していることが分かりました台湾に本社を置くスターラックス航空によりますと今年春にも仙台空港と台北を結ぶ定期便の就航を検討しているということですスターラックス航空は2018年に創業し台北を羽生空港に持つ国際航空会社です 国内では成田や関西など5つの空港で運航しています仙台便の詳細については現在調整中で近日中にも公表したいとしています仙台空港の国際線定期便は新型コロナの影響で全ての路線が運休していて今月18日にはエバー航空が2年10ヶ月ぶりに台北へとの定期便を再開する予定です